1分旅行。今日紹介するのは北海道の背骨、その先端に位置する襟裳岬です。まず北海道の背骨というのは全長 150km にわたる日高山脈のことを指しまして、その先端がこの襟裳岬へとつながっているんです。長すぎ。それではこの場所の魅力を2つご紹介します。まず1つ目は風の館です。日本有数の強風地帯としても有名で、風をテーマに様々な展示や展望デッキ、シアター、さらには強風体験も楽しむことができます。最大風速 25m、 ぜひチャレンジしてみてください。2つ目、アザラシウォッチングです。襟裳岬周辺はゼニガタアザラシの生息地としても有名で、展望室の望遠鏡やカヤックでアザラシウォッチングもできます。5月から6月には子育ての様子を見れるそうです。ぜひ一度北海道有数の絶景、風、アザラシを見に襟裳岬に行ってみてはいかがでしょうか。